バシーの虐殺、16世紀に印刷されたものバシーの虐殺とは1562年3月1日にフランスのバシーにおいてギーズ公フランソワの兵士たちの武力行動により市民とユグノーの礼拝者たちが殺害された出来事。この惨劇はフランス宗教戦争において最初の大きな出来事であったと確認されている。これに続く一連の争いは 翌年の1563年3月19日にアンボワーズ直令の署名により調停された。このバシーの虐殺を取り巻く出来事は7年後、ジェノバにおいて40の連作王版版画が発行されたことにより広く知られるようになった。アンリ2世がフランス王位を継承してからユグノーと呼ばれるキリスト教宗教改革の指導者であったジャンカルバンの 支援者たちはフランスにおいて迫害されていた。シャルル旧世の殺傷であったカトリーヌ・ドメディスはサンジェルマン勧誘令を発した。これはフランスでのカルバン派とカトリック教会の共存と紛争の停止を期待し提案されたものであった。この直令はいくつかの条件付けであるが、ユグノーの礼拝を許可するものであった。しかしながらこれはカトリック教徒の反発を招く結果となった。 1562年3月1日、二代目ギーズ公、フランソワは自身の領地への移動中、バシーに立ち寄りミサへと参加することにした。フランソワはユグノーがナヤを教会として使用し、大規模な集会を開いて宗教的行事を行っているのを発見した。サンジェルマンの直令ではユグノーの礼拝は町の城壁外での礼拝が条件とされていたが、 この礼拝はそれに反するものであった。公爵の一行の何人かがユグノーを道へ押し出そうとしたところ反発された。この出来事はエスカレートし、やがては石が飛び、公爵にぶつけられた。これに憤慨した公爵は部下に町の制圧と教会を焼くことを命じた。これにより62人の非武装のユグノーが殺され、100人を超える負傷者を出した。 虐殺はいくつかの強派間の先端を開くこととなり、約1世紀以上にわたって中断されることなく、大きく長く続く、フランス宗教戦争の最初の戦いとなった。この出来事により、ギーズ公はカトリック教徒に英雄とされたが、プロテスタントの貴族であったコンデコ、ルイ一世は宮殿を去り、戦争の準備を始めた。コンデコを率いるブルボン家は、 彼らが悪の議会から王と摂政を解放するのだと声明を発表し、プロテスタント教会をまたぐ保護料を設定し、ロワール沿いに町を奪取し戦略的に守備隊を配置した。また、ユグノーたちは、バシー以前から兵の動員を始めていたが、コンデコーは、この虐殺を直令がすでに破られた証拠とし、また、先端が開かれたとして、 遠征にさらに重みを持たせるために利用した。事実としては、直令は、ギーズ公の派閥からの圧力により無効とされた。1563年2月18日に、和平への障害であったギーズ公が、ユグノー貴族に暗殺されると、3月19日には、アンボワーズ直令が下された。この直令は、プロテスタントの礼拝に制限を与えるが、 心境の自由を認めるものであった。ただし、これは、かつての1月直令よりも厳しいものであったため、ユグノーには歓迎されなかった。カトリック教徒による反発と直令が各地で適用されなかったことにより、カトリック教徒とユグノーの対立は解消されず、1567年には、再び戦争へと発展した。ありがとうございます。